ボルガ川、ボルガ川、ボルガ川は、ロシア連邦の西部を流れる、ヨーロッパ州最長の川で、ロシア主要部、ヨーロッパロシア中心部を水系に含む、ロシアの母なる川でもある。全長は3 6 9 0トルに及ぶ。月帯は、ボルガ川を、湿気という意味のラーと呼んでいた。アベスターには、神秘の流れという意味のロハと言及され、サンスクリット語では、 同じ意味で、ラサー・エイチと呼ばれている。ソグド語では、欠陥という意味の RK、ラハ、カ、ベイン、ブラッド・ベッシセルと呼ぶ。現代モルドビン諸語では、ロブと呼ぶ。スラブ民族は、スキタイ系の名称を翻訳した、釈用語のボルガと呼んだ。この地のトゥルクは、ボルガ川を生きるマは、カラチャイバルカル語、と呼んでいた。モンゴルは、イジル川と呼んでいた。 ボルガ川中流域から、ウラル山脈にかけてのタタール人、バシキール人、マリ人などの多く住む地方は、イデルウラルと呼ばれる。噴族もこの流域に移動しており、アッティラ大王の名はこの川に由来するという見方もある。モスクワとサンクトペテルブルクの中間にある、バル大丘陵の海抜225メートルを、源流とし、モスクワの北を南北に蛇行しながら、ルジェフを通り、トベエリで、 トベルツァ川と合流する。トベルツァ川は、源流のあるブイシニーボロチョークで、ネバ川へと流れ込む、ツナ川と近接しており、この両河川を通りバルト海とボルガ川をつなぐルートは、古くから利用されており、バリアーギからギリシアへの道の重要なルートとなっており、トベエリは、この交通の要所として栄えた。トゥブナでは、南のモスクワからのモスクワ運河と接続する。 ドゥブナからは北東に向きを変え、ウグリ地を通り、ルイビンスクへとたどり着く。ルイビンスクには1941年に完成した巨大なルイビンスクダムが、ボルガ川の流れをせき止め、人造湖としては世界第八位というルイビンスク湖を形成している。ルイビンスク湖の北端には、シェクスナ川がつながっており、ここから、オネガ湖、ラドガ湖を通ってサンクトペテルブルクまで水分、つながっている。 ルイビンスクからボルガ川は東に流れ、ヤロスラブリ、コストロマを通る。このウグリチからコストロマまでの区間は、ロシアの古い都市群、いわゆる黄金の艦と呼ばれる地位の北端に位置し、ウグリチ、ルイビンスク、ヤロスラブリ、コストロマはそれぞれ黄金の艦に属する都市であり、古い歴史を持っている。ボルガ川はキネ島を通った後、 コロジェッツとザボルジエのすぐ上流にあるニジニノブゴロドダムが遮っている。このダムの水力発電所は漁師の大きな産業となっている。その下流、ニジニノブゴロドでボルガ川は西から流れてきた丘川と合流する。この丘川との合流地点までがボルガ川の上流とされる。このボルガ上流の流れる地域、つまりトベイリ州、ヤロスラブリ州、コストロマ州、 イバノボ州北部は、総称して、ボルガ上流地方、ベルフニエボルジェと呼ばれる。このボルガ上流地方は、大河の広がる地域で、混合農業が営まれ、落農が盛んで、チーズやバターがよく生産される地域である。ニジニノブゴロドは、人口120万人を数え、ロシア国内でも第4位、ボルガ川沿岸では、最大の都市である。 古くから交通の結節点として重要な土地であり、またボルガ川の水運を利用した北部の大河地帯と南部の平原との間の交易都市として栄え、ニジニノブゴロドの定期市は19世紀半ばまで中央アジアからやってくるウハラ商人とロシアたちとの重要な交易の場となっていた。ここで丘川が合流することでボルガ川の水量はほぼ倍増する。 ここからもしばらくは等身し、南岸にあるチュバシ共和国の首都、チェボクサルを通過た後、タタールスタン共和国の首都火山のあたりで東から南へと流れを変え、火山の南で東のウラル山脈から流れてきた鎌川を合わせる。ジにノブゴロドから火山までは、ボルガ川をほぼ境として、北はタイが南はコンゴリン地帯となっている。この鎌川との合流地点までが、 ボルガ川の中流域となる。この中流域はほぼ全域が沿いボルガ連邦管区に含まれる。そのうちボルガ川沿岸の州は上流から、ニジニノブゴロド州、マリエル共和国、チュバシ共和国、タタールスタン共和国となっている。鎌川合流地点から南下したボルガ川は、西岸のプリボルガ高地と、東岸の低地に挟まれながら、ウリアノフスクを過ぎた後、 クイビシェフダムのあるトリアッチからジグリ山地にぶつか大きく屈曲し、サマーラでサマーラ川と合流した後、再び元の方向へと向きを変える。このサマーラ付近の流路は横を向いた U の字型をしており、サマーラ屈曲と呼ばれる。この区域はほぼ全域が沿いボルガ連邦管区に含まれる。そのうちボルガ川沿岸の州は上流からタタールスタン共和国ウリアノフスク州。 サマーラ州となっている。この地域の植生は、ほぼ全域が森林ステップとなっている。また、鎌川合流地点以南の土壌は、肥沃な黒土であり、いわゆる国土地帯として、ロシアの農業の中心地域となっている。サマーラ区局は、しずらに出終わり、再び、ボルガ川は南西へと流路を変えるが、西岸が、プリボルガ高地、東岸が低地となっていることには、変わりない。 バラコボに建設されたダムから広がるサラトフ湖は、シズラにまで広がっている。サラトフ、エンゲリスなどの都市を経由し、カムイシンの遥か上流まで広がり、ボルシスキーのダムまで広がるボルゴグラード湖を抜ける。ボルシスキーでは、ボルガ川最大の葉川にあたるアフトゥバ川を東に分けた後、ボルゴグラードで南東へと向きを変える。ボルゴグラードは、帝政時代はザリーチン。 スターリン時代は、スターリングラードと呼ばれた街であるが、同じくこの付近で国局市西へと流路を向ける、ドン川との距離が最も狭まる地点であ、また、プルボルガコーチも、ボルゴグラードまでで途切れるため、古くから両河川交通の連結地として、交通の要衝となってきた。ソビエート連邦時代に入り、ボルゴグラードの南からドン川まで、ボルガドン運河が建設され、両河川は、 水運で結ばれた。ここまでの地域は、肥沃な黒土の広がる、いわゆる国土地帯であり、春、小麦や、ひまわりなどが、盛んに栽培される。しかしこの地域はすでに気候的にはかなり乾燥しており、灌えなしでは、穀物栽培が不可能であるため、この地域には大規模な灌え施設が整えられ、灌え面積は、ロシア全体でも大きな割合を占めている。 ボルゴグラードには2009年に全長7トルに及ぶボルゴグラード橋が架けられボルガ川の両岸結ばれたが橋は強風時に強震を起こし大きく揺れたため翌年には再回収された。ボルゴグラードより南は完全な乾燥地帯となりボルガ川河岸地域を除いては半砂漠が点在する。またこの区間では本流に合流する支流がなくなる代わりに 多数の葉川が本流から分岐する。このうちで最も大きな葉川はアフトゥバ川である。これらの多数の葉川はほぼボルガ本流に並行して流れ、中でもアフトゥバ川はボルガ本流の北を 450km をして流れた後、最後まで合流しないままカスピ海へと流入する。この両河川の間は幅 20km から 30km ほどの氾濫源となっており、 乾燥地の中の大オアシスとして、またこれらの河川のもたらす肥沃など壌を利用した果物や野菜の生産地として知られている。また、カスピ沿岸低地に入るため、海面よりも低いところを流れることになり、アストラハンの近くの海抜マイナス28メートル地点でカスピ海に注ぐ。カスピ海は水深が浅く、ボルガ川はここで、 アストラハンを中心とした広大なデルタを形成する。このデルタの川口、カスピ海に注ぎ込む部分は幅150キロメートルにも及ぶ。このデルタにはボルガ川の葉川が無数に流れており、低湿地帯であることなどからあまり開発の手が入っておらず、自然保護区に指定されて野鳥の楽園となっている。行政区分としては、サラトフ付近がサラトフ州として添いボルガ連邦管区に、 ボルゴグラード州とアストラハン州は南部連邦管区に属する。ボルガ川の支流には丘川や鎌川といった大河が含まれ、ボルガ川水系はモスクワ都市圏をはじめロシアの人口の多い地域や経済的、政治的に重要な地域をすっぽりと覆っている。カスピ海に注ぐ三角州、ボルガデルタは 160km にわたり伸びており、その中に アストラハンなどの町があり、500程度の河川に分かれている。帝政ロシア時代には、ボルガ川海軍艦隊が置かれた。ボルガ川は、水運が盛んなほか、ボルガドン運河、モスクワ運河、ボルガバルト水路など多くの運河が建設されており、運河やドン川を伝って、八海、バルト海、カスピ海、アゾフ海、黒海などの間が水路でつながっている。 また巨大なダムと水力発電所が流域に多数建設され、多数の町を沈めた海のような貯水湖がいくつも連なっている。ボルガ川は冬季決氷し、上流では11月下旬から4月中旬頃まで、下流では12月上旬から3月中旬まで船舶の航行ができない。ボルガ川の水の供給源のうちで最も重要なものは冬の雪と氷であり、 これらが溶ける春にボルガ川の水量は最多となる。特にこれらの水の集中する南部では、かつては春になると毎年のように洪水が起こっていた。また逆に夏季には水量の低下が起こり、船舶の航行に支障をたすこともままあった。こうした状況を改善するべく、ソビエト連邦時代にはボルガ川沿岸に次々とダムが建設され、 水量の調節によってこうした災害は起こらなくなったものの、ボルガ川は半ば、ダムと貯水池の連続体のような形となった。周辺の気候は、上流部は森林で、南下するに従い森林ステップ、サラトフイナンはステップと、半砂漠になり、川口のアストラハン周辺は砂漠気候となる。流域は肥沃で麦が大量に生産される。 ボルガ川によって考えされる農地は200万ヘクタールに及ぶ。また、石油、天然ガス、岩塩などの鉱物資源も豊富である。ボルガデルタとカスピ海は漁業が盛んで、アストラハンはキャビア生産の中心地となっている。一方で沿岸の化学工場による汚染も問題となっている。下流より記載9つの大規模水力発電所と多数の人工庫が、 ボルガ川に沿って続いている。人工庫には以下のようなものがある。上流より記載古代のアレクサンドリアの学者、プトレマイオスは、著書、ゲオグラフィア、地理学、第五巻、第八章、アジアの地図のその2において、ボルガ下流に触れている。彼はこの川を、スキタイ人の呼び名である、ラ、ロと呼んだ。プトレマイオスは、ドン川とボルガ川は、 上流で繋がっていて、極北の楽園、ヒュペルボレオイ、ハイパーボーリアの山々から流ってくると考えていた。ボルガカ流は、インドヨーロッパ祖語を話した原インドヨーロッパ民族、クルガン仮説を参照の文明の揺りかごと広く、信じられている。紀元1世紀から10世紀頃までに、フン族他多くのトゥルク系遊牧民が移住し、スキタイ人と入れ替わった。その後、 ボルガ川流域はアジアからヨーロッパにかけての民族移動に大きな役割を果たした。11世紀から12世紀にかけてはルーシ族などのバイキングバリアーグが北欧からボルガ川進出し、ボルガ川からカスピ海を経てペルシャやバグダードに至る交易路を築いたほか、ボルガ川流域やカスピ海沿岸を盛んに襲った。ラドガ湖畔にあるラドガを拠点としてバルト海とボルガ上流から カスピ海を結ぶ、このルートは、ドニエプル川方面からコンスタンティノープルへと向かう、いわゆる、バリアーギからギリシアへの道とともに、ヨーロッパの東方交易の帰還ルートを一時になっており、バルト海沿岸に多量の銀貨と繁栄をもたらした。ボルガ川上流とその支流域では、フィンウゴルゴ派の諸民族に代わりロシア人による諸公国が栄え、 ロシア人の政治や精神文化の揺りかごとなった、これらの広告のあったことは黄金の間呼ばれている。これらの諸広告の上位には、ウラジーメルスーズダリタイ広告があり、同大広告は、ボルガ川上流域を、ほぼその半途としていた。ボルガ中流域より、下流は、トゥルク系民族の世界であった。ボルガ川中流では、トゥルク系ブルガール人の、強力な政権ボルガブルガールが、 ボルガ川と鎌川の合流点付近に成立し、農業や工で栄えた。ボルガ下流からカスピ海にかけての広い範囲には、ハザール王国があった。ハザールがボルガ河口に建設した首都イティル、アティル、アティル、ボルガ下流の作新、作新、作水イ同じく後に、モンゴルがボルガ下流に建てたサライなどは、東西交易で栄え、中世の世界でも、 有数の都市として知られていた。ハザールは衰退し、11世紀頃トゥルク系、キプチャク人にとって変わられたが、その後が743年から1220年を起こした。13世紀になると、ボルガ流域にモンゴル人が侵入した。モンゴル人はまず1223年にボルガブルガールへと侵攻し、この時は、 サマーラ屈局部の戦いにおいて撃退されたものの、1226年に再度侵攻して、ボルガブルガールを滅亡させた。さらにモンゴルは精神を続け、モンゴルのルーシ攻によって、ボルガ川上流域もほとんどはモンゴルに占領された。さらに下流域のキプチャク人も滅ぼされ、ボルガ流域はすべて、モンゴル領となった。モンゴル軍を率いるバトゥは1242年。 モンゴル帝国本国からの自立を決し、中央政権、黄金のオルドの置かれたサライの町を中心とする女地、ウルス・キプチャクアセ国が建てられた。キプチャクアセ国は、ボルガの中流、下流域を直接支配下において、ものの上流部のルーシ諸公国に関しては、間接統治に委ねた。しかしその統治はかなり厳しいもので、後年、タタールの首引きと呼ばれるようになる。 そうした中、それほど開発の進んでいなかったボルガ川上流部は、モンゴル軍侵攻の害も、ルーシの他地方に比べれば軽微なものであったため、他地域からの住民が流入し、黄金の艦の諸都市はこれ以降、ロシアの中心として力をつけていくこととなった。その中でも、最も力をつけてきたのが、モスクワ大公国であり、トベリ公国やスーズダリ公国、この頃は、 ニジニノブゴロドに首都を移しており、ニジェゴロドスーズダリ公国と呼ばれるといった諸公国との構想を制し、1392年にはニジェゴロドスーズダリ公国を併合、1485年にはトベリ公国を併合し、15世紀末にはボルガ上流域を支配下に収めることとなった。やがて十五世紀に入ると、キプチャクハン国の中央政権が弱体化し、 ボルガ川流域では1438年にボルガ中流に火山藩国、ボルガ下流には1466年にアストラハン藩国が建国された。1480年にはモスクワ大公国が独立し、1502年にはキプチャク藩国は首都サライをクリミア藩国に攻略されて滅亡した。これ以降も上流域がロシア人、中華流域が トゥルク系の両国の支配下にある状況はしばらく続いたが16世紀半ばにはモスクワ大公国のイバン4世、イバン来帝がこの両国に侵攻を開始し1552年には火山藩国が滅亡1556年にはアストラハン半国が征服されアストラハン滅亡を危惧したオスマン帝国の侵攻も退けてボルガ流域はすべて モスクワ大公国領に統一され、この統一は以後現代に至るまで続き、ボルガ流域は、ロシアの中心部としての扱いを徐々に受けるようになっていった。主中に収めたボルガ川本流の支配を確実なものと、するため、モスクワ大公国は、ヒョードル一世時代に、ボルガ川沿いに、サマーラ、1586年、ザリーツィン、1589年、サラトフ、 1590年と次々と要塞を建設していき、これが現在の中華流域のボルガ沿岸の重要都市の起源となった。17世紀初頭の大動乱期には、ポーランドのロシア侵入によって、首都モスクワが陥落し、一時ロシアの中央政権が不在となったが、この際もボルガ沿岸までは、ポーランド・リトアニア共和国軍は到達することができず、特にボルガ城、 中流の諸都市は、ロシアの反抗の拠点とな。1611年、ニジニノブゴロドで、クジマミーニンによって、義勇軍が結成され、ドミートリー・ポジャルスキー率いる義勇軍は、ポーランド軍を撃破して、モスクワを解放した。これを受けて1613年に召集された、身分制議会ゼムスキー、ソボルで、コストロマに陰性していたミハイル・ロマノフが、新たにツアーリに選出され、 ロマノフ朝が成立した。ロシアが火山繁国やアストラハン繁国といった中力継承政権を征服した後も、ノガイオルダやカルムイク人といった遊牧勢力がボルガ中華流域に出没を続け、この地方の統治は安定しなかった。ボルガ中華流域は辺境であり続け、17世紀半ばにはドンコサックの統領、スチバン・ラージン ステンカラー人によってボルガ川水系はカリュラ、上流まで、さらにカスピ海沿岸のペルシャまで荒らされ、彼の組織した反乱軍は1670年には明確に反乱の形をとって、アストラハン、ザリーツィン、サラトフを占領し、さらにボルガを遡って皇帝のいるモスクワにまで迫ろうとし、シンビルスク、ゲン、ウリアノフスクを行為したものの、政府軍に鎮圧された。 こうした状況を改善するべく、1719年に、ロシア皇帝、ピョートル大帝の命令で、人口規迫なボルガ川沿岸の空白地の工作へ、ドイツ人の移民誘致が始まり、タタール人との干渉地帯形成が期待された。この政策によって、ボルガ中華流域の開発が進められると同時に、これらの新帝住民の増加によってこの地域で遊牧を行っていたカルムイク人は、 圧迫さ、1771年に彼らのフソの地にあたる東トルキスタンの入り地方へ半数が帰還した。残った半数は主にボルガ川下流域の南側、現在のカルムイク共和国周辺へと移動した。このカルムイク人の移動を止めることのできなかったロシア政府の威信は失墜し、1773年にはエメリアン・プガチョフによってプガチョフの乱が勃発した。 プガチョフ軍は火山を焼き払い、ザリーンツインなど、ボルガ川の下流域の広い範囲を荒らし回ったが、翌1774年には自圧された。この大反乱の後、ボルガ中華流域の開発はさらに進められた。エカテリーナ2世も引き続き奨励策を取ったため、ドイツ人の流入も続き、19世紀末には、ボルガドイツ人は179万人に達し、 ボルガ沿岸は大きく開発された。また、ロシアと中央アジアとの交易においても、この時期のボルガ川は大きな役割を果たしていた。中央アジア交易を握るブハラ商人は、ブハラから北西に進んで、カスピ海に出、船でカスピを横断した後アストラハンからボルガ川を遡り、212イノブゴロドの定期市へと向かうトと、この交易のメインルートとしていた。 212ノブゴロド定期市は、北の森林地帯や大河と南のステップ地帯、さらにはそこを越えて、中央アジアとの交易の結節点となっていた。この交易ルートは、鉄道建設が本格化する19世紀後半まで、明脈を保っていた。1917年に、ロシア革命が勃発すると、ボルガ川沿岸地域も、政治的混乱に巻き込まれた。 はじめはボルシェビキが各地で支配を確立したものの、1918年に、ハイルと各地で白軍が放棄し、ロシア内戦が勃発した。ボルガ川沿岸でもチェコ軍団が放棄して、シズラに、サマーラ、火山を相次いで占領した。火山には、イデルーラル国、サマーラには、憲法制定議会議員委員会が、設立さ、赤軍と激しい戦いを繰り広げたものの、やがて鎮圧されていった。 新しく成立したソビエト政府は、ボルガ川の開発を進め、各地にクイビシェフ水力発電所、スターリングラード水力発電所なようの巨大なダムを建設してボルガ川の治水、航路安定、電力確保を目指した。第二次世界大戦時、カフカスに向かって侵入したドイツ軍はじめ、数軸国軍は、ボルガ川がドン川に向かって大きく曲がる地点にある要少スターリングラード、 現在のボルゴグラードの攻略を目指してソ連軍との間で激しい野戦、市街戦が行われた。このスターリングラード攻防戦はロシア市場のみならず世界戦争市場でも最も激しい戦いであった。この戦争時、サマーラなどのボルガ川中下流域には多くの軍事工場が疎開し、これを中心として戦中、戦後にこの地方の重工業化が進められた。 この重工業化のため、さらに、ボルガのダム建設は進み、1952年には、ボルガドン運河が完成して、ボルガ川とドン川は、水路で接続されることとなった。ボルガ川、岡川の上流域の先住民は、フィンウゴルゴ派の民族、メリャ人、メリャであったが、東、スラブ人が、ルーシュの北東の方へ進出してボルガ川に、 達死勢力を広げた。10世紀頃には、メリア人は、ロシア人に同化したと思われる。その他のフィンウゴルゴ派民族は、ボルガ中流域に暮らす、マリ人、チェルミスビと、現在は、マリエル共和国を構成するやモルドイン人などがいる。中力系の民族は、紀元600年頃、ボルガ流域に現れ、ボルガ川の中、下流域にいたフィンウゴルゴ派民族や、 インドヨーロッパ五族の民族を同化した。この子孫が、キリスト教徒で現在、チュバシ共和国を構成する、チュバシ人、およびムスリムのタタール諸民族である。また、モンゴル帝国の侵入とともに、モンゴル人も多く移住したが、ボルガカ流域から、カフカス北部を支配した、ノガイオルダの末裔である、モンゴル系の外人は後に、ダゲスタン人にとって変わらた。17世紀には、 仏教徒でモンゴル系民族のオイラトがボルガカ流に移住し、ロシア帝国と同盟したが、後にロシア人やドイツ人らに圧迫され中央アジアに戻っていった。このうち戻れなかった人々が現在ボルガ川の西側にあるカルムイク共和国に住むカルムイク人である。ボルガ川沿岸地方はドイツ系少数民族ボルガドイツ人の故郷でもある。 エカチェリーナ2世は1763年に様々な報酬を申し出た上で、すべての外国人に対しボルガガー流域に来て、定住利用招待する直令を発した。これは沿岸地域の開発という目的もあったが、ロシア帝国と東側のモンゴル系国家、ジョチジウルスの末裔の国々との間に干渉地帯を形成する目的もあった。フランス人やイギリス人農民はアメリカへの移住を、 選びびロシア帝国のの呼びかけに答えたのは貧しいドイツたたちであったドイツ人の人口は19世紀末には179万人達したが、ロシア革命とその後のロシア内戦によりボリシェビキなどの敵視を受け多くの人口が失われた。ソビエート連邦の下でボルガ沿岸の一部にボルガドイツ人自治ソビエート社会主義共和国が設立れたが、 第二次世界大戦前後にそのすべてが中央、アジアなどに移住させられるか処刑され、以後もほとんどの人々はボルガ川沿岸に戻ることはなかった。古くからボルガ川はロシアの内陸水運や、国内輸送の重要な幹線となっていて、船引きなども行われていた。現在もロシアの河川貨物の実に三分の二はボルガ川とその支流によって運送れている。 川沿いに建設された巨大ダムには、拷門が設けられ、門を通ることのできる大きさの船は、カスピ海からボルガ川最上流まで航行することが、できる。またボルガドン運河によってボルガ川やカスピ海からドン、川、および、アゾフ海、国海まで航行することも可能である。ボルガ川から北にある湖、ラドガ湖、オネガ湖をつなぐボルガバルト水路によって、 サンクトペテルブルクやバルト海へも航行でき、オネガ湖と八海を結ぶ八海、バルト海運河にもつながる。モスクワ運河は、モスクワ川とボルガ川をつなぎ、首都モスクワとこれら内陸水路との連絡路となっている。これらの内陸水路は、比較的大きな船舶、拷門の規模は、ボルガ川の角ダムで290メートル、30メートル、その他の支流や水路ではもう少し小規模になっているが、 通ることができるよう設計されている。ロシア内陸水路への外国船の航行は、ソ連崩壊後も長らく制限があり、限られた船舶しか入ることができなかった。しかし欧州連合、EU とロシアとの経済交流の増加により、ロシア内陸航路の航行制限を緩和する新政策が施行されようとしている。これにより、外国船のボルガ川水系の航行が大きく、 許可されることが期待されている。ロシア人のボルガに対する感情には深いものがあり、音楽、絵画、文学などにしばしば取り上げられている。歌では、古くはボルガの船歌新しくはボルガ川は流れる歌、リュドミラズ・イキナなどがある。絵画ではイデア・レーピンのボルガの船引き画などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。